毎度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 というわけでね、今週も始まりました毎度ジャーニー。はい、最近ハマっているのはたとえツッコミ、金内斗真です。よろしくお願いします。最近ハマってるのは男の料理、永瀬廉です。はい、最近ハマっているのはあのパソコンの電源が落ちている時にパソコンのボタンをカチャカチャすることです。おしんぺいです。はい絶対やるよ。俺もやったことあるわ、小学校の時。最近のハマりハマり、最近のハマりは温泉巡り、西畑大吾です。お願いします。そして司会を務めます金刊の向井浩二です。そして僕がハマっているのは自転車でサイクリングです。はい、この番組はですね、僕たちがめちゃめちゃ興味があるテーマばかりを取り上げたトーク番組です。はい、そして本日のテーマはこちらです。ドン、オーディション。はい、まあ、オーディションということで、はい、ジャニーズに入るならオーディションが絶対必要ですね。そうですね、はい、それ絶対みんな経験してますからね。はい、うん、で今日はめったに見えないジャニーズのオーディション映像がたくさん出ます。見れちゃうんですか？そう、見れます。今日はこれは見逃せないですね、貴重な映像なんで、うん、はい、それでは今回のゲスト、兵頭大毅さんです。お願いしま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 す。ねえ、はい、緊張しますね。いや、俺の方が緊張するよ。なんでなんすか？そりゃこんなキラキラした中にボスって入れられたらいやいやいや、君ら目キラキラしてるな、ほんまに。ねえ、ありがとうございます。初めまして。はい、初めまして。よろしくお願いします。兵頭さんはあれなんですね、ジャニーズの皆さんと仲がいいんですね。まあ、仲がいいというか、番組でよくご一緒させていただいているので、まあオーソレミューという番組で、あの関ジャニエイトの村上君とか、あとピーチケパーチケではあののんちゃん純ちゃんと、はい、そうです、小竹のぞむと中間純太、そうですね、もういつもそんな男前と絡んでて、まあ間違えて俺も男前なんていけへんかなと思ってますけど、なってます、なってます、なんも緊張、テレビ緊張してるってさっき言ってたけど、これ見て男前になってますのはだいぶ緊張してるんですよ。ちゃいます、本心ですから僕ら、ま、はい、今日は兵頭さんのオーディションの裏話もじっくり聞かせてください。はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。今回のテーマはオーディション。兵頭さんはジャニーズのオーディション見たことありますか？あの見たことはないんですけど、はい、話で聞いたら、はい、あののんちゃんね、はい、あのなんか送って、はいはい、でおいで言われて、そうです、はいはい、で急に行った瞬間コンサートの後ろで踊れって。そうなんですよ、ジャニーズそういうのがあって、でのんちゃんわけわからんってわー踊ったらはい、合格って言われた。でもほんまにそんな感じで、僕らもそんなことありえんの？いや、ありえます、ありえます。みんなそんな感じですよ、もういきなりですよ、電話がかかってきて、うん、もう急に呼ばれて踊ってみたいな。そうなんですよ。ほんで踊る、踊ります、はい、ほんで合格、合格、はい、合格とは言われないですね。そうなんですよ、なんかね、なんて言われる、自然に、何も言われずに自然にこんな感じ、自動聴取みたいな感じで。ほんならまだ今ここ座ってる段階でも合格してるかどうかも分かってない、はい、そうなんですよ。そうなんですね、まあ、まあ毎日がオーディションです。そういうことです、はい、すごいな。そしてね、はいはい、今回はオーディションにカメラが密着した模様を皆さんにお見せします。レアです、はい、これめっちゃレアなんで、皆さんじっくりと目を開けて見てください、はい、瞬きなしで、はい、それでは VTR スタート。おー、懐かしい。7月に行われた関西ジャニーズジュニアオーディション、今回の参加人数はなんと700名以上。会場内には関西ジャニーズジュニアのメンバーが、マイジャニレギュラー銀冠の姿が。まずはグループに分かれダンス審査。1,2,3,4 構え、はい、その8人が出なきゃならない、16人出ろって、16人なくてのお前らが。年齢が低くてもダンス初心者でも初めて見る振りをその場で覚えます。真剣な表情でひたすら振りを繰り返す彼ら。一方その頃、ハンバーグね、続いては歌、
表情の審査。数十分の間にダンスも歌もマスターしていきます。驚くべき早い上達。一方その頃、あれやってみよう。俺知らんかった、取られてんの。次は特技審査。おすごい。アクロバティックや歌、ダンスなどそれぞれ特技を披露します。人に出会う季節二度とない。大西流星です。なぜかこの二人がお手本を披露。飛んでけ飛んでけ、俺の気持ち。ヒルウィットニー・ヒューストン、ジャッキー・チェン、サイクル・チェン、チェン軍曹、それチャン軍曹、マットに肩こり、モーコにゴリ。どうもありがとうございました。そしてこちらも。名前は？では永瀬廉です。永瀬君、なんか特技あるのかな。お、面白いことするで。もういいね。もういいね。ボーリングね。ボーリング、ボーリング。いいよ。あ、いいよ。投げた。結果はストライク。はい、はい、ありがとうございます。カットです。完全にカットです。よし、ここからは関西ジャニーズジュニアのトップメンバーが合流。懐かしい。間近で見るメンバーの迫力に圧倒。実際の舞台を想定してメンバーのバックでパフォーマンス。そしてオーディションが終了。ジャニオーズの前の俺ね。キンキキッズさんみたいな。木村拓哉です。山木です。と関ジャニ∞の木戸くんです。バク転とかできる人を目指します。大西流星はこの日のオーディションでなにわ王子の一員となり、なんと8月の松竹座や梅田芸術劇場の舞台に出演しました。セクシーゾーンの佐藤勝利君です。どうもありがとう。ありがとうございます。これほんまに貴重ですよ。僕撮られてるって知らなくてハンバーグこない持ってる。俺も知らんかった、あれ使われてんの。いやでもバッチリグー言うてたやつ。使われると思わんかった。どうでした、兵頭さん。いやすごいですね、はい、まず、ポテト学園っていう T シャツ着てる子がこっちにまず目いてもだから。なるほど。700人も来るんでしょ。そうですね。なんかね、2日ぐらいで700人回って、なんか1部2部3部4部みたいな感じで、2、3時間やって、はい次、はい次、はい次みたいな感じで、人が入れ替わりとっかわりで、うん、みんなやっぱりもうそれね、言うたら男前的なキラキラしてる子が来んの、はい、そうですね。なんか1人か2人はハッハッハッハないの。でもやっぱいっぱいいてますけど、うん、1人2人もうきらめいてる人がいますね。逆にそうなんですよ。もう入ってきた瞬間からキラキラしてんの。わかります。それが流星君のさ、きらめいて。だって流星君あれのオーディションで通ったんやろ。あれ7月ぐらいって書いてたんじゃん。そうですね、はい、今年の夏ですね、はい、しっかりしてるやんか。12歳やろ。11歳。11、はい、小学5年生です。5か5年生。俺11歳の時かさぶた食べとったんやそれは何だ、何でも
もあれっすよ。お好みのカリカリと一緒や言うてわけわからんこと言うて、そんなしっかりしてへんかった俺純一。お好みのカリカリと一緒やった。まあもう昔やからな、昭和の子は大概そうやねんけどな。あ、そうなんか。ジャニーズのオーディションはこんな感じなんですけど、兵頭さんの時のオーディションはどんなんだったんですか。オーディション吉本、はい、まず吉本に入る時は入れてって言ったらええでって言われて、そんな山彦方式やったんですか。そうそう、山彦方式、山彦方式やったんです。ほんまそんな感覚だから、僕は養成所 NSC っていう吉本の養成所に入ったので、あ、はい、まあほんまのこと言ったら願書出して面接みたいなのあって、はい、ほんでもう大体は OK。 へー、うん、その吉本に入ったきっかけっていうのは、あのこんな言うてもみんな分からへんと思うけど、昔漫才ブームのがあってね、あ、聞いたことあるぐらいだろ。あります、あります、うん、でそれの時は小学校ちょうど、まあ流星君ぐらいやって、はい、でわーと思って、だからね、セクシードーンの人に憧れたように僕も漫才師憧れて、はい、ほんで年でいったら次ダウンタウンさんが出てくるね、若手の頃のダウンタウンさんが。お、見たことないっすね、うん、でこんなかっこいい人おんねや思って、でそこでもう NSC 入ろうって決めても入ったっていう、面白いことを頑張ろうみたいな、うん、そんなんかな。へえ、俺とちゃうな全然。そうですね。なんで入ったん？ジャニーズ。でもレンはあれやろ？何オーディションは誰のコンサートやってる？山下くんのコンサートで MC の時になんかほっぺをこんな風にそれ出すよ。そっからもう山下くんの取り越す。ああ。ファンになっちゃった。ファンになっちゃった。俺でもなるわ。じゃあ兵頭さんの場合だとダウンタウンさんにほっぺをこうやられたらダウンタウンさんのトリコ。もうトリコです。もうトリコになります。そうです、その通りです。僕はあのお母さんが送ってたんですけど、電車で行って2駅前ぐらいにあのそのオーディションってことを知らされて、うんうん、あ、なんか知らんけど出かけるぞみたいな、出かけて、なんかトイザラス行くかみたいな、あ、そう、大きいトイザラス行くって言われてたんで、僕めっちゃテンション上がって行ってたんですよ。やったみたいな、で行ってなんか着いたら大阪城の前で、うん、そこでなんか、うん、なんかジャニーズのオーディションやからって言われて、えってなるじゃないですか、うん、でもなんか買ってもらえるって言われたんですよ。何でも買ってるって言われて、まあ今何も買ってもらってないですけど、まあ今でも何も買ってもらってないですけど、まあお母さんには何でしょう、今こういう番組をやらせてもらって感謝してる、感謝してますね。当時はね、僕もね、なんかやっぱり僕一応ジャニーズのオーディション行くからって言われてたんですけど、行ってで遅刻したんですよ普通に、うん、30分ぐらい、行ったらみんな踊ってて、うん、やんのみたいな、どれもやったことなかったんで、ジーパンで踊ってました、ナイキの T シャツに。みんなわー踊ってる時にわーってなってそーっと入っていって、このままそーっと、そーっと、もうほんでそれで合格。そうですね、まあ、ちなみに僕はねまた違うんです。そうですよ、ちょ、当時はちょっと特殊で、僕なんか何もやってないのに電話がかかってきたんですよ。タイで、僕タイと日本のハーフなんですけど、タイでムエタイをやってる時になんか写真を飾ってたんですよ。でその事務所の人がなんかその写真を見て、この子誰みたいな、調べてなんか電話かかってきたらしい。同情的なところに写真を飾ってたよ。それを多分たまたま、まあ、その事務所の人が見て、そんなことあんの、奇跡っすよね、ほとんど奇跡やな。俺は昔あの千葉ロッテマリーンズのもんですけど、ドラフト指名しますんで言う、見た目自体が変わってきたけどね。一応待ったけどね。またまた来るかな。まあ僕らこんなこと言ってますけど、はい、兵頭さんも漫才のオーディションでなんか面白いエピソードがあったらしい。いや、まあ、別に面白いというか、僕らこの世界入ってまう、はい、だからもうオーディションでそんなのないんですよ、うん、だから言うたら漫才コンテストとか、うん、あ、はい、あの若手が8組ぐらい出てで優勝決めるみたいな NHK の漫才コンテストがあった時に、はい、あかんかったんですよ、賞もらえなかったんですよ、はい、あかんかったんですけど、一応こうみんな並ぶねん、こうやって並んでて、で呼ばれた人は前に出るんですよ、ダカ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 ダンみたいなやつ、ダンって言った瞬間に同時に俺ここから鼻血がダンって出る。ほんで俺気づけへん、緊張してるから、横の全然なんかコンビのやつがお前鼻血で出るで言うて、そいつも賞取れてないんですけど、ほんでみんなで取れてへんやつからあのバケツリレーみたいにティッシュが回ってきて、俺ずっとこれガー入れてティッシュここに入れながらこうやって立ってたっていう思い出はあります。ああもうそれはもういい意味の MVP です。いや本当に、うん、もう本当に、まあ後ろのメンバーはね賞取られへんかったから落ち込むわけじゃないですか、はい、でもまあその鼻血がね綺麗にドンって言うて、はい、ポッと出たのが面白くて、まあ絵描いて帰って行ってましたけどね。マジでしたすごっ。オーディションってめっちゃ緊張するよな。この番組もね俺らすげえ不安やったんですよ、はい、大丈夫かなと思って。全然大丈夫やんかな。えっ、
僕褒められるとちょっとダメになるパターンなんで。ほんま、はい、いやじゃ全然いけてるで、お客さんもお客さんで多分めっちゃ緊張してると思うで。あ、緊張してますか。なあ、あのなんか出てきてなんか毎度みたいな感じで出てきた瞬間に無理してへんかなみたいな、頑張ってるみたいなというこの心配もあって緊張してると思うから、もう全然浮き潰してきたら全然大丈夫なんちゃう。もう皆さんに見守ってもらってますから。だからモンキー勘だったよね、俺みたいに今みたいに。もう勘だらもう全然何も緊張することがない。兵藤さん結構緊張する方なんですか。俺も全然めちゃめちゃ緊張するから。そうかもで。マジか。もうオーディションのことオーディションとか言ったよね。オーディションなんか勘だ思ったらもうそれ以下はないから全然大丈夫やんか。でもなんか勘だ後ってちょっと逆にテンパりますよね。噛んでしまったみたいな。そういう時はもうドヤ顔でもう逃げたらええねん。オーディションなんやねんみたいな顔で知らんかなみたいなで言ったって。噛めばいいんですね、止まった時は。もう噛んだったら、噛んだったらね。オーディション…そうそうそう、そんなんでええと思うて。早速モノにしてきましたよ。なあ、モノにしましたよ。でもあれやんな、そうやってみんなこう今日僕ものすごく勉強になりました。ジャニーズってこういうことでオーディションしてんやっていう。いつ応募されてんのかも知らんやんか。急にいるの。多分応募は多分いつでもやってて、それで多分まとめてなんかやるみたいな形やと思うんですよ。たまに送っとかなあかんねや。そう、年齢制限あんの。それはどうなんですかね。ないじゃないですか。兵藤さんもちょっと一回やってみてください。送ってんのに知らんうちにやられとったらショックやで。それショックっすね。兵藤さんこの前やりましたよ言って、言って。兵藤さん本日はいかがでした。あ、そう、いいね。全然大丈夫、全然大丈夫。一回が届きましたよ。あることやもん、そんな。そんで何もなかったかのようにもっぺん言うたよ。そうですね。兵藤さん、はい、本日はいかがでした。あハマってるパターンや。癖になってもうた。いや、兵藤さん今日はどうでしたっていいんですよ。あ、兵藤さん今日はどうでした。あ、よし、よし言うたらもうつながりおかしなぜ。つながりおかしなから、そうですね。でもこういう番組が、はい、あの始まって、はい、でまあ吉本ですけど、はい、ジャニーの皆さん勉強させてもらって、はい、若いお客さんの前でめちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございます、はい、本日のゲストは兵藤さんでした。続いては僕たちのショータイムです。次回のトークもお楽しみに。ジャニー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 。
藤優太くんがスタジオに登場。2人の素顔を僕たちが暴露しちゃうかも。皆さん来週もお楽しみに。せーの。